台風19号の被災地栃木県に出動した天理教災害救援ヒノキ神隊本部隊は10月29日から復旧作業を行っています。栃木県では12日からの大雨により県内を流れる河川の68箇所で次々に氾濫や決壊が起こり甚大な被害が出ました。栃木県社会福祉協議会からの要請を受けた災救隊は被害の大きかった鹿沼市へ向かい救援活動を行いました。第一次隊として出動した栃木、新潟、群馬、福井、和歌山の各教区隊の隊員たちは床下にたまった泥出しや家財道具の搬出、また倒木の撤去など多岐にわたる作業を行いました。